じゃあ続きいきましょうか。この番組はですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、いいですね、ネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでくださいということで、いいです。パク先生に英語で質問、なんかあんまり得意じゃないとか言ってたけどそんな気にせず英語で質問ガンガンしちゃって。Okay, right. So,、はい、where have you been so far? はい。日本語で答えます。Have you been so far? でどこに行きましたかみたいな、そんな感じかな。今まで一回だけ韓国に行ったことがあります。はい、韓国。はい、はい、パスポートはあれだよね。韓国のパスポート、ね。そうです。緑色のパスポート。だから、まあどっちも簡単だよね。出るのも入るのも。まあなんかちょっと、うん、日本の人よりも手続きがちょっと多かったりとか。ああ、そうなの？取ったりみたいな。ああ、そう。あ、あるんだ。はい、へえ。あ、そう。え、韓国は何？誰と行ったの？日本の友達、日本人の友達と一緒に行ったんです。何で？僕とその子一人で。誰で？2名で。はい、へえ、そうなんだ。へえ、じゃあ、じゃあ、次。Okay, so did you have any interesting experience? 面白いかどうかわかんないんですけど。インターレスティング。興味深い。興味深い。はい。Yeah, はい。その1日目は日本で買った、もちろん日本で買った服で行ってたら、うん、その露店の兄ちゃん、おばちゃんたちには日本語で話しかけられて、うん、で、バカだなと思ったら中国で話しかけられたりとか、まあ、うん、パチも売ってるよとか、こんな感じで話しかけられる。時計やろ、時計。時計とか、おっちゃんから、おっちゃんから時計、カバンとか、そんなのがあったんですけど、うん、その1日目になんか服を向こうで買って、それを2日目に、で街を出歩いたら、なんかめっちゃ韓国語で話しかけられて、急にローカルになっちゃった。ローカルになっちゃったっていう感じ。僕の友達はでも日本語で話しかけられて、僕の友達も韓国で買った。あ、現地の服を着たんですね。慣れきったのにもかかわらず、僕は。なるほど。やっぱちゃうんやろね。ちゃうかもしれないです。血が。なんか。あ、フィット。あったってこと？あってるかわかんないですけど。They have really good eyes, right?Really good eyes to see all、oh, this is from Korea. ああ、よくわかるよね。Japan, いや、観光客の人だってよくわかるよ。Yes. うん。あんま日本人はそんなわかれへんけど、でも観光、まあ多分京都の人とかわかんじゃん。パッと見たら、あ、何人みたいな。あんま慣れやから。うん。韓国人、お肌が白い。うんうんうん。うん。ねえ、ねえ、その鍛えていかないとね。なるほど、そうか。なかなか面白い。なんか初めてや。そうです、うん、あんまこう在日首相かどうか分かれへんよ、僕らって接してても、名前とか書いちゃってても余計分かれへんから、うん、なんかでも、ね、在日の人が初めてなんでしょ、初めて韓国に行く、だから3世とかお母さんも、お父さんも日本で生まれて育てて、そうですね、まあ、これちょっと面白いな。うん、まあ、じゃあ、ぜひ続けて。So, what do you think about food itself?フード、食べ物。そうです。日本でよく、まあ、韓国料理を感じたんですけど、まあ、一番美味しかったなと思うのは、ビビンバやったかな。ビビンバ？はい。なんか違うこと書いたのよ。ああ一番。印象の、ね、印象ね。はいはい、はい、印象に残ってるのは、そうです、うん。全体的に、まあ、辛さは想定内だったんですけど、うん、キンパっていう海巻きを朝ごはんに食べに行ったんですけど、うん、それに添えてある。で、その、キムチみたいなのが辛かった、うんうん、なるほど、想像中に辛かったなって。でも朝からきついビビンバが一番うまかった。ビビンバは一番うまかったです。ベストフードそうやったと思います。なるほどなるほど。日本で食うビビンバよりも全然ってことはないですけど、うん、ちょっと違う本場のビビンバ。なるほど、素晴らしい。はい、じゃあ So your whole family is actually Korean. So do you actually speak Korean? あ、家では韓国語で喋ってる。全然、日本語。日本語ですね。え、全く韓国語はできない。自分でちょっと勉強はしてみて、うん、ハングル読めたりとかはするんですけど、うん、会話っていうのは、その韓国ドラマを見て、うん、なんか、ケンちゃんやみたいな、大丈夫ですみたいな言葉をちょっと覚えたりとか。え、お父さん、お母さんはできる？できないです。お母さんも韓国ドラマから教えてくれる。お父さんもちょっと勉強してたみたいで、たまに韓国に一緒の服屋さんやってるんですけど、フリップを気にしたりするんですけど、その CA に韓国に。面白いな。もっと話聞きたいね。なんかね、そういうの知らへんもんね。うん、はい、でもまあ、あれなんで、後半行きましょうか。
はい。